シャクトルジャップ、シャクトルジャップ、1945年7月は、中華民国の政治家。モンゴル族。字は先駆け占い。砂王とも略称される。オルドスの邪作機で生まれる。1912年、賠誌に任せられ、翌年には軍王に昇進した。その後、異不上命名長となっている。1928年10月、国民政府により、 水炎症政府委員に任命され、以後1940年10月まで12年にわたり、在任した。1932年10月、藤嚇名保安長官となる。1934年3月、何王金が、毛古地方自治指導長官に就任すると、ユンデンュクが、毛古地方自治政務委員会委員長に就任し、シャクトルジャップは、同委員会副委員長に起用された。また、 医府常命名長にも就任している。九百三十六年五月、国民政府中央は、同委員会を水園境内とチャハル境内の二つの猛虎、地方自治政務委員会に分割し、シャクトルジャップが前者の委員長に起用された。この同時期に日本軍が猛虎軍政府を成立させると、ユンデンワンチュ畜以下同委員会の要人の多くはこれに参加し、シャクトルジャップも、 一方的に、軍政府副主席に任命された。しかし、シャクトルジャップは、軍政府への参加を拒否し、国民政府側に止まっている。1938年4月、シャクトルジャップは、国民政府委員に任命された。1943年、朝書を率いる、国民革命軍が、イフ条命侵攻の際に略奪、放火などの暴虐行為に及んだ事件が起きると、 シャクトルジャップはこれに激しく反発、中国共産党の支配地域にわたって抗議し、国民政府中央に向けて平和的解決のための6項目、要求を突きつけている。1945年5月、中国国民党第6期中央執行委員に選出されたが、同年7月に病没した。去年73、ありがとうございます。